鎌ヶ淵園庭は、長野県松本市安住、品濃川水系西側の上流部に建設されたダム。高さ29メートルの石石、アーチ式コンクリート砂防ダムである。国の登録有形文化財。1915年、小竹の噴火による、大量の泥流が、西側上流部をせき止めてられて、大正池が誕生した。この堆積した土砂の流出を防ぎ、 上高地の景観と西川流域の保全を目的に、大正池の河口直下に建設されている。かつては、県道沿いに上高地に向かう途中に見ることができたが、県道の崩落事故が度重なったため2005年に、新しい釜トンネルに付け替えられ、ほとんど人目に触れることはなくなった。1936年に着工し、1943年に釜ヶ淵園庭本体工事が、 翌年昭和19年に下流側の本復園庭工事が進行した。内部の構造は主に玉石を埋め込んだ荒石コンクリートで表面は現地の石を加工した月石を用いている。あずさ川流域ではこの園庭の着工に先立ち、1932年に国の直轄砂防工事が始められており、当初はあずさ川沿いの山腹港や 沢渡り周辺の川への小規模な砂防工事が行われた。2002年8月、国の登録有形文化財に登録。ありがとうございます。